えっと、今回、ステーブルディフュージョンの、えー、アドディテイルの比較をしていこうかなと思いますが、えっ、ー、と、アドディテイル、まあ、どういう拡張機能かっていうと、まあ、ディテイルを追加するやつね。これと、これと、この3枚の画像。まあ、ちょっと違うじゃん。で、何が違うかっていうと、このアドディテイル2ってか、0、1、2があるんだけど、2の方が、なんていうの、細かいというか、 細部まで表現されているというか、それはその髪の質感であったり、まあ、背景とかも、まあ、ちょっとこうシンプルだけど、あと服の細かさとか、服の柄とかさ、質感とかの細かさが、まあ、分かりやすいよね。服自体も、なんか T これなんか綿みたいなやつじゃん。で、こいつはリブが入ってるような感じもしくはストライプかみたいにな,なったんじゃん。 これとかもすごいさらに細かくなってるじゃん。ちょっと今回、あの、出力して、えっ、ー、と、アップスケールせずにそのままやってるんで、まあ、ディテール自体を伝わるかなと思っていいかなと思って <laughs> やってますけども、間違いが伝わればいいなと思って。で、あのー、なんていうかな、のっぺりしてる方が、こう、AI っぽいというか、で、細かくやっぱりディテール、 がある方がよりリアルリアルさを感じると思うんで、まあ、リアルさを追求したい人はやっぱこういう拡張機能を使っていくといいかなとでローラでやるんでまあそのローラこれアドディテールっていうローラを入れてでプロンプト内にその指定のまあこれこれそのものよねこのやつ入れてで強さを調整すると いう感じの使い方になりますからね。そう。まあ、ロード普段からなんかいろいろ入れてる人は何にも迷わず、あの、入れられると思う。シビタイでやったんかな確か。シビット AI って読むか、シビタイって読むかわからんけど。<laughs> あのやつで。ちょっと検索したらすぐ出てきたかな。まあ、ちょっと今回は比較だけを、あの、やろうかなと思うんで、まあ、入れ方わかんないっていう人が、まあ、もし、おるなら、 まあ別で動画作ってもいいかなと思うけど、まあそんな難しくないよね。ローラー入れるっていうのは。そう。まあもし需要があればまた別で作るわ。で、えー、っと、まあプロンプト全般に入れるんだけど、このコロンでいいんだっけこの点々のやつやって、で、0、1、2とかってやるじゃん。これ、あの他のプロンプトにも、あの、同じ、 使用が適用されてて、強さをこれで決められるんよね。で普通のプロンプトの場合はその単語を丸カッコで囲んで、えー、転んで数字。で、その数字の大きさによって強さが変わるみたいな。そう、だからより重要、普通のプロンプトの場合は、より重要な反映させたい。で、反映させる度合いを強くしたいものの数字を大きくするっていう使い方でやるんだけど、 あのまあ、ローラは結構これ普通だよね。で、1以下で使うことも結構あるから、そう。で、それはなんかあの、ローラダウンロードするページ見たら大体書いてある。どれくらいがちょうどいいですよみたいなのは。そう。で、えっ、ー、と、アドディテールの場合は0は反映されてませんよっていう状態。ただまあ、x y g プロットっていうこの比較画像を出力するための うんあれ、拡張機能じゃないな。そういうデフォルトの機能があるんで、まあ、それ用に、まあ、一応0でやって、で、1、2とやってる。そう。わ、まあ、かりやすいよね。やっぱりこう、顔の質感がのっぺりしてるというか、この辺ね。まあ、普通だけど、ただこれアップスケールすると、もうちょっとね、リアルさが増すんだけどね。 こことここはそんなに、ああ、まあ、でもちょっと違う。顔の、なんてうの、のっぺり感は割と似てるかなと思うけど、髪の細かさが全然違うよね。そう。それは分かる感じかな。で、2になると、もう、相当違うよね。顔の陰影もかなりあって。だいぶ違うよね。まあ、さっきも言ったけど、服の質感 なんかあのー、これ使うと、で強いのかけると、あの、必要以上に服の質感を、例えば、なんかあの、合皮の、合皮の素材服の、合皮の素材だったら、必要以上にくしゃくしゃ感が出たりとか <laughs>、することもあるんよ。だから強引にそのディテールを作り上げてんな、みたいな。 そう。そういう感じの印象を受けることもあるんで、だから、まあ、ちょうどいいところ模索したらいいんじゃないかなと思うやってみた感じ1で十分だけどね。ただまあ、なんかその、よりリアルさを出したいみたいな人もいるじゃん。うん、まあ、強くかけた方が、なんて言うんだろう。 よより本物に見えやすすいような気はするけど、ちょっとこれとか、あのー、アップスケールしてないから目のところとか怪しいけどね、うんまあ、この辺はあのー、他の拡張機能なりあまあデフォルトの機能でもあるわなアップスケールしたら大体あの何、ー、て言うのデノイズを数字大きめ1とかにしとけば 大体普通に修復されたりするよね。もうよっぽど崩れてなければ。そう。んで、あと、こっち横画像のやつもやったんだけど、これ間違えてこのやつ消しちゃったんで、この3枚しかないんだけど、わかりやすいよね。なぜか金髪に従うね、これ。ディテールが強くなると <laughs>。ヤンキーになるんかな、だんだんと。 だんだんとヤンキーチックになる感じある、ね、な、なぜか。えー、これがじゃけゼロの状態。まあたい見たらわかるか。これ1。で、これ2。な <laughs> んでパッキンにするんじゃろうな。これもパッキン、これパッキンまでいかんか。金髪までいかんけど。だいぶやっぱなんかこの、ね。やっぱ髪がよく出るかなぁ。 肌の、あと眉毛の感じとか、あと陰影が濃くなるよね。陰影が濃くなる。眉毛の質感はちょっとやりすぎ感あるけどな。やっぱり1くらいがいい気がするな。ゼロでも全然いいけどね。でもなんかこれをデフォルトとして見た、見てしまうと、なんか髪もうちょっと質感欲しいなみたいになんない これ、これ慣れちゃうとなんかね。あ、で、これちなみにあの、モデルは BRA V5、V5、BRA のやつ。これだけ見てれば別に何とも思わんのんだけど。なんかやっぱちょっと豪華な感じ。<laughs> なんか背景の、ね、あれ、な背景とかこのライトの当たり方がちょっと豪華っぽく見せてんのかもしれないけど。 やっぱグッとリアルな感じは出るけど、なんだろうななんか惜しいよね。で顔ちょっと崩れてるのは、まあ、さっきも言ったように、あ,のあれでどうにかなると思う。アップスケールで。アップスケールとあと、なんだっけ、A、A ディテイラーみたいな、えー、名前の拡張機能。あ顔を、まあ、顔なり何な,なり整えるやつ、顔だけじゃないけど。 整えるあれ結構いいよ。あの小さい、えー、普通じゃけ 512×512 で出力するじゃん。でも、例えば、えー、っと、2倍、アップスケールを2倍,2倍にすると仮定してて、で、よくやるのが 360×640 か。 とかで、最初一発目出しといていでアップスケール前提だからアップスケールを2倍にかけたらちょうどハイビジョンの画質よねフルじゃないそうでそれでよくやるんだけどその時にあのちあまりにも小さすぎるとさ顔が崩れやすくなるんよそうなんだっけんか高確率で顔崩れるなってなった場合やっぱりその 拡張機能でまず顔を整えて最初出力しとかんとアップスケールした時に影響出たりすることもあるからさ出るような気がするからさまあデノイズデノイジングなんとかをね柔軟に変えれる方向にやっとけばまあ綺麗になるのかな、まあ、俺の場合そうしてる最初のうちに顔は整えといてみたいな 手とかもね、修正効かないじゃん。アップスケールする段階で直してくれりゃいいのに。結構柔軟にしてても直してくれなかったりするから。そう、手と顔は極力ね。これくらいの崩れ方は大丈夫。目がちょっとおかしいとか。あと、そん、そんなおかしくないもんね。んでなんか、あんまり動かしたくないなって思ってもさ、結局動いちゃうじゃん。あー、デノイジングなんとかを。 あの、ゼロに近づけておけばそんな動かないけど、でもアップスケールした時にあれと仮にゼロにしたままだったらなん、なんていうの、粒子感が出るというか、なんか強引にのば引き伸ばしたなみたいな感じ出るじゃん。難しいよね、あの辺もね。そう。まあ、今回はこの紹介に。 とどめておきますがあまたなんかあのー、これ絶対いるな、おじこの、このやつは質感を高める、これは絶対あった方がいいなと思ったんで、まあ、BRAV5 自体かなりリアルだなと思うんだけど、よりね、より追求したい場合と、あとプロンプトによってはさ、なんかのっぺりすることあるじゃん。それを手軽に、あのー、 質感をプラスしてくれるからそう。で、あと、まあ、どうしても、なんていうの、モデル自体がなんかちょっとリアルさがもうちょいな、もうちょいだな、みたいなのを使う場合に、あのー、これあるとね、いいし、あと今これ、人間、人間じゃないわ、リアルな感じの写真っぽいテイストのやつでやってるけど、二次元のモデルにもすごい効果あるんよ。そう。 まあそっちもまたなんか需要があればやってもいいなと思ってるけど、二次元の方がどちらかというと細かく描写されていい感じになるような気がするね。どっちもいけるっていいよね。そう。まあなんかおすすめのがあればまた紹介しようかなと思いますんで、えチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では終わります。ありがとう。